皆さんこんにちは、アゴラ研究所の運営するですね、言論アリーナ、今日はトイレなきマンションを終わらせよう、使用済み核燃料問題を考えるというテーマで、放送させていただきます。ゲストはですね、東京工業大助教の澤田哲夫先生です。よろしくお願いします。でこちらはおなじみのアゴラ研究所所長の池田信夫さんです。よろしくお願いします。再稼働とですね、問題が今話題になっているのが1点、さらに、原子力反対派の方がですね、いわゆるトイレなきマンション論を最近強調なさっているんですけれども、今回1を出していただけますか。使用済み核燃料の最終処分をどうするかというテーマで、2番目が核燃料サイクルをどうするか。1時間の番組というのはこういう番組では珍しく長いのでですね、ちょっとゆっくり考えて皆さん、視聴者の皆さんと考えたいと思います。では、まず学術会議がですという日本学術会議、法的立場では皆さん聞かれてないかもしれないんですが、首相の科学顧問の先生たちなんですけれども、この前、最終処分が決まらなければ再稼働してはいけない、またそれはあと去年の段階なんですけれども、国民的合意の形成は難しいから地上保管にしろという、ちょっと過激なと言えるですね、報告書を出したんですけれども、これちょっと僕の方から説明しましょうか。これがね、その学術会議が2月17日に暫定的にまとめたドラフトで、まだ日付がちゃんと入ってない、正式のもんじゃないんですけども、これは要するに最初の報告書は2012年に出たんですけれども、そのフォローアップ委員会という形で、いわゆる高レベル放射性廃棄物の処分をどうするかということについて、元は原子力委員会から諮問される形で学術会議が調査をしていたらしいんですね。でそれを2012年一旦報告書を出した後、それをさらに、フォローアップで今回改めて、この報告書を出して3月に、関係科学部署に発表するということになってますけれども、それに先駆けてこの間今田隆俊院長が記者のインタビューなんかに応じてお話をしておられたわけですけれども、率直に言って何が言いたいのかわからないと要するにその暫定保管というね、その今までにない、保管方式を主張しているわけですけれども、関係者の皆さんに聞いてもですね、暫定保管って一体何のことなんだろうかと。でこの報告書にもですね、暫定保管というのは、その今中間貯蔵という形で、青森県のむつ市に、などに中間貯蔵の施設がもうすでにあるわけですけども、この報告書によると、この暫定保管は中間貯蔵と技術的には同じことなんだけど、考え方が違うんだと書いてある、どう違うんですか。どう違う、なんかね、将来世代に責任を持つんだとか、要するにその精神論としてはなんか違うみたいなんだけど、技術的には同じものであるってことは認めてるわけね。そこはね、何度そこを読んでも分からない分からないんですよ。別のところに国民的議論のためにって書いてあるんで、いわゆる最終処分決まるまでに議論するために取り出せるという、でもそれは中間庁でも同じなんだよね。要するにキャスクに入れて、いわゆる鑑識保管という形で空冷で保管する、そこは全く同じなんですね。なんかこう気持ちが違うと、いうことを一生懸命おっしゃるわけだけど、何のことだかさっぱりわからないと。視聴者の方のコメントも少なくて、ちょっと皆さんも困惑してるのかもしれないけれども。でね、一番、大きいのはその暫定保管というのを提案したというところが違うんだけれども、でもう一つはその暫定保管を提言する理由付けとして、その最終処分のその処分場が見つからないということが大きな理由になってるわけですよね。ここは使っていないっていうんでしょうかね、要するに今処分、最終処分地を受けるためのまず文献調査ってなりましたね、それを要するに自治体として、手を挙げるっていうのもあって、受け入れてもらうっていう、そういうやり方をやってきたんですけど、それはうまくいってない。有名な例は高知県の、高陽町の例があって、あの時一言で言うと、町長は手を挙げたけれども、町民がついてこなかった、というよりは、まずですね、多くな、いわゆるそのことに対する反対の人たちが、よそからやってきて、
まあ、反対の論を広めた、うん、まあ、あの町民の間にそういうインフォメーションを流したわけですよね、うんうん、あれはまあ、その時にある種のこうあのそういうものを受け入れたらですね、将来世代に囲んでこすとか、その環境があのとんでもなく汚れるとか、そういうまあ恐怖話をわらまいたんですね、うんうん、はい、その時に本当はその政府側、まあ、その経産省ですね、もっと言う NHO、うん、あるいはその、主体であるニューもですね、うん、はい、これが出ていってそのちゃんとそのそうではないって話をしなきゃいけない、うん、全くやってないんですね、これね、だから要するにその町長は手を挙げたんだけど、うん、まあ見殺し状態に なっちゃったと、まあ、要するに政治が動かなかったということですね、うん、政治あるいはその行政がね、うん、そういうことでそれを見た人たちはもうああいうことにしないんだって怖くなって、他 その手を挙げようかなっていう人みたいに手を挙げなくなっちゃったんですね、うん、そういうことが、まあ、そもそも技術的にですね、はい、あの物理学者として伺うんですけれども、はい、可能なんでしょうかね、はい、今、まあ、簡単に一言で言うと最終処分というのは300メートルより下に特殊な容器を30ぐらいに作って、はい、それであの人間の手を離す100年後ぐらいをめどにですね、はい、そういう考えと要約できると思うんですけれども、はい、これは技術的に可能なのか、また多くの方が心配していると思うんですけれども、はい、本当に10万年の安全という言葉使われますけれども、うん、まあ、私これミスリードだと思うんですが、うん、あのまあ、可能なのかというのと安全なのかですね、うん、あの将来の世代にわたって健康被害の可能性はあるんでしょうか、可能かどうかというのを見てみまして、一つはその、まあ、放射性物質をですね、取り込めて環境にその、まあ、漏れ出ないような技術があるかどうかですね、うんうん、この技術は確立されています。あとはそういう技術を展開する適当な場所があるかなんですね、うん、それは今石井さんがおっしゃったように地下深いところ、まあ、300メートル500メートルとか言われてますけど、そういうところに行くと日本全国ですね、その地下300メートルぐらいこう真っ平らで300メートルで一緒にこう何て言うんですか、輪切りじゃないけどしますとね、うん、岩盤がほとんどどこでも出てくるんですよ、うん、それは要するに堆積岩、堆積された岩盤か、うん、溶岩が昔流れた岩盤か、どちらかに大体なってるんですよね、うん、で今はその適地ということでは、例えばその、活断層、断層があるところじゃないとかですね、うん、それからの火山から、15キロメートルかな離れてるとか、そういくつかの条件がある、その条件に、見合ったところっていうのはね、山ほどあるんですよ、うん、数十箇所と言われてますし、もっと100箇所近くあるって言われてるんですよね、うん、でそれは、2000年にですね、当時の今の JAEA、日本原子力、うん、原子力研究開発、当時原研ですね、はい、いや当時 JNC だったと思うんですけれども、はい、そこがですね、前身ですよね、2000年レポートというのを出しまして、その技術的なそのフィズビリティ可能性と、それから適地があるかどうかということをはっきり明記してるんですよね、うん、それがあるということです。それってもう一つ安全かどうかですね、はい、これ安全の考え方はですね、まあ、いろいろあって、要するにゼロリスクを求めると何でもあるわけですよ。例えばその地下水が全くその侵入しないのか、うん、あるいは地下水脈に漏れ出ないのかっていうのがありますけど、これはその今、人工バリアっていうものと天然バリア、まあ、あの鉄の容器とかガラス硬化体にするんですけど、そのガラス硬化体自体がなかなかその劣化しにくいものですね、うん、その周りに鉄でその、キャスブっていうのを覆ってやると、鉄の容器ですね、でその周りにこの粘土を置くとかですね、粘土ってなかなか水が侵入しないんですよ、はい、一旦水をすると、まあ、そういう人工とその周りに岩盤ですね、天然のバリア、あとその300メートルだって地上から300メートル離れてるってことですね、はい、そういうその多重バリアによってその安全性を確保しようという考え方があって、うん、これをですね、明確に否定する論議はどこにもないと思いますね、うん、ただゼロリスクだったらもちろんその可能性は、うん、あのゼロじゃないですからね、そういうことは。ただね、去年おととしぐらいに話題になったのは、あの小泉純一郎さんがね、うんうんうん、あのフィンランドのオンカロを見学して、うんうんうん、あの時はどうもその推進派の人がね、うん、そのこんなに安全なもんだって見せてで小泉さんにこう推進派に乗ってもらおうと思ったらしいけど、うん、それは逆効果になって、小泉さんこれ見て、うん、これは大変だと、こんなことはとてもできないと思う。あれはね、あれは事の真偽は分からないですけれど、うん、小泉さんは果たしてそこへ行ってそう思ったのかね、うん、あらかじめそういうシナリオを持ってそこへ行ったのか分からないじゃないですか、うんうん、で小泉さんがなんでこれは大変だ、あるいはこれは日本でできないと思ったか、誰も
語ってないじゃないですか、本人も語ってないし、だから意味不明ですね。ただ巨大な施設だからかもしれないですね。あ、実は、まあ、とにかく大変なお金がかかりそうだってことは分かるわけですよね。だからそれはその民主党政権時代のコスト検証委員会でちゃんとどれぐらいのコストがあるかって、うんうんうん、評価されてましてですね、それはまあ一言で言うと大したお金じゃないわけですよ、うんうん、まあ発電単価あたりでいうと、大体その時の、検証委員会ではですね、うん、原子力いろんなもの、政策っていろんなものを積み込んで、とにかく何でもかんでも積み込んで 8.9 円から13円と言われてたんですけれども、うんうん、そのうちその再処理コストとかですね、それからその処分コストっていうのは、1、2円のものですから、うん、まあそれを安いと見るか高いと見るかってありますけれど、全体からするとそんなにとんでもない額じゃないわけです、うんうん、まあちょうど資料を用意しているの4番お願いできますでしょうか。まあ今の話を言葉にすると、実はこういうふうな埋設概念が出てるんですよね。上には3キロから4キロぐらいって言われて、4平方キロぐらいの、あ、 1平方キロぐらいのあれがあればこの施設はできると言われてるんですけど、地上ですね、まあ、そうですね、地上のその関連施設、はい、ただその周りとかも安全とかやるから、確か東京ドームの10個分ぐらいって言ってたかな、うんうん、そういう構想があります。で、実は3番お願いできますでしょうか。実は澤田先生は啓蒙活動でですね、まあ、中学、日本のあちこちの中学校の学生を連れて見学会と討論会をやってらっしゃるんですけど、それで私も、岐阜瑞浪にある施設を見せていただきました。ここ地下300メートルなんですけど、地下300メートルって非常に安定してるそうなんですね。そうですね。で、日本は地震国だからダメだっていうけど、それは場所によって全然違うと言われていてですね、だいたい地震の場合ですね、うん、地上よりも地下の方が安定して揺れが小さいんですよね、うん、同じ地震に対してね。だから、まあ、で、ちなみに地下300メートルに面白いことに、光も空気も届かないのに微生物が見つかっているという面白い話が、各国の、原子力研究の最終処分の研究の中で明らかになったそうです、うん、で、ここはもう1年に50センチぐらい最大で水の動きがですね、地下300メートルだと、ただし表面積がすごい増えちゃうので、地下水と戦わなくちゃいけないけれども、それは組み出しでなんとか解決できると言ってました。だから組み出してるのは今穴掘ってるから組み出てくるんですよ、うん、で穴を埋め戻してやると地下水はほとんど動かないですね、うん、そうですね。ですから現場では、まあ、ご覧になった方少ないと思うんですけれども、うん、大量の地下水が出てきてですね、うん、それを組み出さなきゃ、それは要するに、まあ地下ってある種樽みたいなものなんですよね、うん、樽の栓を開けるとダバダバ出てきてる、うん、それが坑道なわけですよ、うん、だからそういう圧力差が出てくるといっぱい出てくるんですけど、坑道を埋め戻せば、最終的に埋め戻すのが今の方法計画ですからね、うん、そうすると地下水はほとんど動かないですし、うん、しかもその人工バリアっていうやつの一番外側にその粘土を置いてるんですよね、はい、粘土って一旦その湿潤水を吸うとそれでなんか止まっちゃうんですよ、うん、まあ類水で言うとですね、田んぼになんで水が溜まるかって、田んぼって大体泥で粘土なんですよね、だから抜けないんですよね、うん、それと同じ原理ですね。で、もう一回3番見せていただきましょう。で、この右がいわゆるガラス固化体ってやつですね。で、見て、僕は実験モデルを原研で見たんですけれども、かなり巨大で重いです。人が運び出すことはできる。直径が40センチぐらいだった。直径が43センチ。1.2メートルとか3メートル。で、重さ400キロなんですけれども、これが1重目でですね、ガラスに、まあ、これは最終、後で話しますが、再処理をしたことを想定した形なんですけど、ガラスの塊の周りに、ステンレス製の容器があって、これが約19センチぐるってあるんですね。超特殊合金なんです。で、この上にさらに鉄製の 鉄じゃないな、また特殊容器をぐるっても囲んで、これがまた20センチぐらいなんですけれども、でその周りに、粘土とか置いていく想定、穴の周りをまた固めて特殊な繊維素材とかでですね、それにさらにその周りに粘土をやっていくと、で元に戻していただきますと。で、はっきり言うとですね、僕は小泉さんはビビったんですけれども、僕は逆に何も起きないんじゃないかと、いわゆる手を離してっても10万年大丈夫なんじゃないかと思ったんですね、う
そういう考え方はありますし、はい、それがより明示的だと思うんですけど、あのね、今ね、使用済みの燃料っていうのが世の中にたくさんあるわけですよ、はい、それを、まあ、あのこの場合はいわゆる、リサイクルしてですね、また使えるウランとかプルトニウムを取り出してやって残ったもののうち、まあ高レベル、つまり放射線を出しているレベルの高いものに関しては、うん、その、うん、あの抽出かな、それを取り分けてやってですね、うん、でガラス固化体にしてやって、まあ、地下に埋めると、まあ、実際にですね、今そのガラス固化体にしたものがですね、さっき の, あの写真絵に出てましたけど、はい、あれの実物ですね、うん、実際放射線を出しているものがですね、うん、6カ所の再処理工場とある施設の中の一室に、はい、300体ぐらいあると思うんです、保管されてるんですよね、はい、だから、まあ、例えばそこにあるわけですよ、うん、その前になるのはその使用済み燃料ですね、うん、のままいろんなところにあるわけですよ、はい、現職サイトとか、でその今の状況と、じゃあああいうガラス固化体にして地下を深く埋めるのがどっちがより安全かっていうふうに考えなきゃいけないんですよ。そうするとね、実はあの使用済み燃料っていうのは場合によっちゃですよ、そのなんていうかな、隙間が異様に狭くてくっついちゃったりするとですね、よく言われる再臨界する可能性はまあそれなりの確率であるわけですよね。でところがこのガラス固化体にするとそれはまずなくなりますよね。ではそのガラス固化体にしたものを地上に置いとくのか地下に置いとくのかどちらがいいかっていうと、さっきの地震の問題に典型的に言われるように地上よりも地下の方がよりその揺れが少ないとか、まあ、安定してるわけですよね、うん、まあ、そういう選択の問題だと思うんですよ。すでにあるわけですから、それをどう保管するかあるいはその処分するかっていう問題と考えて、うん、学術会議はなんか地上に置いたままってちょっとそれは、うん、だからね、なんかよくわかんないのはその地下に置いたらそのなんか微生物が上に 300m 上がってくる、これは笑い話ですね、よくわかんないこと言ってて、でじゃあ地上は地上置いたらそれより安全だっていう論理がよくわからない、ね、うん、そんなこと何も変えてないでしょ、そうでしょ、だからそれは要するにその、うん、地下微生物なんかがその影響を受けるとかいうね実はこれあの今だに、うん、もう少し俯瞰的に見なきゃいけないんですけれども、うん、あるところだけ見てなんかちょっと得意なシナリオというかストーリー、シナリオじゃないストーリーですね、うん、物語を作って、まあ、それをルフするつもりなのかなと言いたいような中身が、うん、ね、あのピーマンですよね。ただ地下が危ないんだったら地上はもっと危ないことは明らかであってね、うんうん、まあお二人は言えないかもしれない、僕が思ったのはやっぱり原発止めたいという結論が学術会議にはあって、うん、それで理屈をこねこねやったら文系の人が恥かいちゃったっていう感じかもしれないんですよ。あのちょっとさっき言い忘れましたけど、うん、この、 あの提言で非常に重要なポイントは、こういう問題についてその最終的な捨て場所とかなんかがいろいろ決まってないので、うん、それが全部決まるまでは再稼働するなという提言になってるんですね、はい、これがまた論理のつながりがよくわからないよね。全く論理的じゃないです。だからご存知の通り再稼働は今の問題ですよね。これって今解決しなくちゃいけないのではないですから、ね、向こう30年とか50年とか言ってるわけ、つまりもうほぼ半永久的に動かすなっていうことを言ってるわけね。脱原発というのは今原発を止める、止まったままにしておくためにこの地層処分の問題が、うん、なんか使えないかという視点で考えられたんじゃないかというふうにすれば、いろいろ解釈できるとか出てくるんですよね。この文章で大体ロジックが全然成り立ってないのよ。なんか責任がね、責任がの所在がはっきりしないから再稼働してはいけないっていうね。いやだから責任するがはっきりしないことは確かなんだけど、再稼働するっていうのはまあ全く関係のない話ね。あのね、責任の所在ってはっきりしてるんですよ、うん、今そのこれは国の事業としてやるって言ってるんですからね、うん、はい、そう今の新しい特にエネルギー基本計画とはっきり言われてますよ、うんうん、だから国って何かって言ったらその、行政ですよね、うん、行政の上に立ってその政府とかありますけれども、そこが責任あるわけですよ、うん、責任持ってるわけですよ。あるいはその、事業の実施主体としてはニエモっていうところがね、うん、責任持ってるんですよ、はいはい、そこがその確かにね、今なんかぼんやりしてるところがあって、はいはい、だからねこれ面白いですよ。民主党政権の、ね、初期、まだあの 3.11 起こる前、当時、ね、経産大臣が、
大畑さんかな、うん、だったんですよ。大畑のある確かその学術会議のシンポジウムだったと思うんで記憶するんですけど、さっきおっしゃってもそろそろやっぱり政治がちゃんと乗り出していってこの問題解決しなきゃいけない、うん、でそういうつもりでいますって当時おっしゃってるんですよね。とかまあ 3.1 でちょっとあの、はい、ぐにゃぐにゃになっちゃってそのままなってるんですけど、だから政治がちゃんと責任を持ってこうやりますよって言って、その行政とかそこにつながってるシステムを動かせばですね、うん、そこにちゃんと責任の軸ができれば、うん、それはできない話じゃないわけですよ、うん、とかその軸がぶれてるからこういう状況になってるんですよね、うん、いやそこはね、あの責任がはっきりしてないってことはまあ確かにおっしゃる通りで、最終処分地も決まってないっていうのもその通りなんだけど、うん、その再稼働するなっていう論理が全然分からなくて、再稼働するなっていうのはそもそも論理あの手続き的に一体何を意味してるのかね、要するに今の規制委員会が安全審査をしてるわけだけど、それは再稼働の判断とは関係ないわけですよね、うん、だから再稼働するかどうかっていう話はその一体具体的に何を止めろと言ってるの、例えばねこれ、うん、あの最終処分場決まるまで原子炉を止めなさいというね停止命令を出せと、うん、いうことであればね、僕はそれはそれとして分かるんだけど、それは法律改正しないとできない話ですね、うん、いや僕はねもう本当にね、あの今田さんがそういうこと考えてるんだったらね、うん、もうそういうね原子炉と規制法の改正案でも何でもいいから出してほしいわけ、つまり今の原発は生殺しになっててね、それは学術会議はちょっとできない、できないと思う、できないけど提言ぐらいは提言はね、だから止めろと言うなら、だからこれ精神論であって具体的な手続き論は何もないわけです、だからね止めろと言うなら法的には停止命令出すしかないわけですよね、うんうんうん、ところがその今の原子炉と規制法で止めるという手続きっていうのは大きな事故があったとか欠陥が見つかったとかね、そういう時しか止められないわけですよね、うん、ところが今はなんとなくみんなちょっとね動かせないなっていう状態で止めてるわけね、はい、今ちなみに一言だけ長い話になるんで一言だけ言うと、今の再稼働って誰も法律上何にも判断してない、あの判断してないし法律違反なんですよ、うん、突き詰めていくとですね、だからそれをねこの学術会議はねまたその法律違反の状態にまた上塗りしてなんか再稼働するのってわけのわかんない話をすると、うん、いうところはね、今の時期にこれさっぱり出すとね、うん、その再稼働そう気分はねまたほらやっぱりやめろみたいな、そこをほらちゃんと拾ってくれるメディアって、そう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 、大きく取り上げましたよね、うん、そう共同通信とかだからその根拠になっちゃうわけね、はい、その気分で止めちゃいたい人のね、だから今の学術会議としてはこの、今田さんですかの委員会としてはやっぱりその社会的になんかポーズをしなきゃいけないから、そういう意味ではそういうキャッチーなね言葉が必要だと、で中身は何で見返しても全くロジカルじゃないと、でこの副委員長に山路さんがいるんだけど、この方はまあずっとあの原子力ってまあ電気屋さんですけど原子力やってるんですが、こういう人たちがうずかんともいやしくも副委員長というのがそういうロジックがはちゃめちゃなところは何とかしないといけない、うん、なんか誰が書いたのかよくわからない文章ですよね、これね。実は文系 の, あのいい人が多いです、僕の知り合いもいるんですけど、いい人がいるんですけどなんか論理的ではないですよ、だから、ね、感情にこうやって流れちゃうかもしれない、だからこれ読んでると読むとね、はい、この人たちちゃんと勉強したのかと、大体今田さんもねこう亡くなった船橋さんも東大の優秀な出身の優秀な方ですけれどね、その他まあ京大の人とか入ってるけれど、本当に勉強したんですかとまず言いたいですよね、あ実は、まあ、東大、まあ、上田先生も東大生勉強大好きなはずなんだけどちゃんと勉強しないんじゃないかというふうにちょっと勘ぐりたくなります、ね、まあ、というふうに危ない危ないとかね、無責任だ無責任だっていうことは、ね、いろいろ言うんだけど、それと原発再稼働してはならないっていう話の論理的なつながりも全くないと、しかもその、あの分散保管を各電力会社がやるなんてとんでもないこと言ってるわけで、こうこれなんかあんまりなんかこの話題にしててもなんかそうもうあんまりね議論してもしょうがないっていうね、そうだから今日はねただだからメインの話はそれではなくて、ただそのノットインマイバックヤードだけ最後にこの話をしたいんで、皆さん、うん、生理的に嫌っていう人たちもいますよ、ね、いやだからねそれは盛り上げそれはね、うん、例えばその責任自衛局とか熟区っていう変な言葉はまだ確かに話を作ってるんだけど、はいはいはい、ね、いろいろ言ってるよね、そのね、うん、だから確かにねそれは一理あって、例えば今までその東京首都圏だと、うん、福島それから柏崎刈羽からバンバン来てたわけですからね、うん、そこで出てきたゴミね全部じゃなくて、うん、部分的にじゃあこの首都圏内で引き受けようじゃないかと、うん、探せば場所ありますよ、うん、でそういう機運さえないじゃないですか、うん、それはねそれはこのこういうね無責任なと言ったんだけど、そうそう批判的なレポート出す人も悪いし、うん、政府側っていうかなその責任主体の方も全くそういう広報やってるんだけど届いてないですよね、うん、人々にね、だからそれすごいねあのそういう
ストラクチャーがあって、あの問題としてはさっきの非常に極めて単純な問題なんだけど、うん、そのやろうとしてるが責任持って責任主体が、うん、そのさっきの技術的な問題、敵視の問題、うん、それからその微生物がどうだとか、うん、それからその断層が地震がどうだとかね、これレポートに書いてあるんですけど、うん、もっとそのちゃんと顔を見せて世間的に発信しなきゃいけないけれど、今のその例えば事業主体として入門ってあるじゃないですか、うん、理事長誰かご存知ですか？本田さんでしょ、うん、顔見たことあります？この理事長になってから、うん、だからもっとちゃんとねそのこの学術会議がそういうことでしたら、今のその入門の見方はどうかっていうことをどこかで発信しなきゃいけないじゃないですか。これ追認するような話になっちゃうでしょ、うん、そうです ね、まあ自分でお願いした立場だから言えるのかもしれないですけど、うん、そのことも含めてなるほど。で、ね、この話は実はその暫定保管とかなんとかっていう話と、もう一つは実は核燃料サイクルの問題が絡んでるんだけれども、うんはい、おかしなことにこの報告書は核燃料サイクルについてはなんかこうどっちつかずなことを書いてあるわけですね。うんはい、でむしろそれはだって副委員長が山地さんだから、うん、山地さんもずっと昔から直接処分派って言われてる人なんですよ。まあじゃあ 核燃料サイクルあ、うん、まあそれで加えてむしろそれを前面に出してくるんだったらね、うん、あの議論としてはまだあの議論の対象になり得たと思うんだけど、そこについては曖昧なことしか言ってないんですよね。実は決まってないっていうことです。で6番を見せていただきます。簡単にご説明だけしておきます。日本の、核燃料の問題って結構微妙なもんで、手短に言うとこのサイクル、このぐるぐる回るところがあるっていうあのを構想しています。これを核燃料サイクルと言います。一言で言うと、核の、燃料 95% 分というのはリサイクルできるのでですね、それをまた使って発電を続けましょう。そうするとウランがほとんどなら日本ではあのエネルギーがまあ、半無限とは言わないですけど、かなり長い間使えますよという話が浮上しました。これを核燃料サイクルと言います。ところが、ところがなんですよ。2番目見ていただけますでしょうか。でこのですね、核燃料が2つの山場が全然動いてないんですね。で6ヶ所村施設ができました。これまで2兆円この巨大な施設ができました。であのこれ以外にですね、アメリカとか他の国はですね、直接処分、埋めるという話があるんですけれども、直接しない、処分をしない場合よりも、6カ所施設を動かしてですね、今後40年で8兆円かかると言われているんです。で、あの2番もう一度見せていただけますか。2番、であの最初に核燃料サイクルをやるってですね、分離されたプルトニウムというのはですね、核兵器の兵器なので国際的に使うなというあの議論が出てるんですけれども、実は日本はモンジュというあの高速増殖炉というのでプルトニウムを使いますと。であのプルトニウムを使えばまた日本のエネルギー問題を解決するんじゃないかと30年前期待を集めていたんですが、ところが95年事故で停止しまして、これまで1兆円やって16年間も止まりまくっているという異常な状況になっているというのが現状なんですね。で戻し話を戻しまして、であの実はですね、この3人ちょっと立場がこれについて違いましてですね、真ん中の澤田先生はもちろん核燃料サイクルを推進しなければいけないという立場です。で実は池田信夫さんは直接処分というのが妥当じゃないかとおっしゃってるんですね。あのこれは実はアゴラでお二人の考えというのは出てますので、アゴラの運営する GPR で見ていただければと思うんですけど、で私はあの、まあ、私なんてそういうものなんでいいんですけれども、今まで3兆円ぶち込んだから何も考えられない、どうしようという中間派なんですけれどもですね。であのお二人の議論を始めようと思うんですけれども、まず核燃料サイクルについて澤田先生と池田先生ポイントずつ簡単に言っていただけますでしょうか。お考えのですね、考え、はい、考え方はですね、はい、どうすべきかっていうサイクルっていうのは、うん、要するにその今の場合ですね、うん、ウランプルトニウム、まあ、あのせっかくできたプルトニウム、はい、それから使い切れてないウランですね、はい、これをもう一回取り出して使おうとするわけですよ、うんうん、であの何でもそうですけど、このペットボトルもそうですけど、サイクルリサイクルするとちょっとコストがありますよ、はい、うん、でそのコストはね、まあ、高いか安いかっていうのはこれ安いんですよ実はね、
やった方が高くなりますけど、やらない場合に例えば1円とかそのぐらいのものです、うん、全体コストが10円前後ですしね、うん、だそれを安いと高いと見るかという問題あります、うん、だからせっかくできた、ね、あの資源であるからそれを有効利用した方がいいんじゃないですかということですね、まず一つ、うん、それと、もう一つはですね、あのいわゆる核不拡散の問題があって、うん、日本は要するに核燃料サイクルに関わるですね、まあ、我々ちょっと専門的にはフルセットで持ってるんですよ。つまり再処理もあるし、うん、それから濃縮施設もあるしね、6カ所の濃縮施設もあるんですよ、まあ、そういうものを持ってるわけですよ、うん、でそれは、いわゆる非核兵器国で、原子力利用、平和利用している 国の中では、うん、日本しかそのフルセットがないんですよ、うん、それはね、まあ、いろんなその意味があるんですけど、うん、端的に言うとそのフルセットを持ってるとその核燃料サイクルっていうのはご存じのようにその核兵器制度と紙一重なんですよね、うん、だからいつでもその気になったら超えられますよ、うん、で日本はその非核三原則を持ってその超えない壁を作って超えませんよと宣言してるわけですよ、はい、だからその、要するに建前とそれから技術を持っていることによっていわゆるその非核兵器国に対して核不拡散をどうすればできるか、あるいはそういうその核不拡散核拡散しちゃダメですよねっていう話に対してちゃんと口出しコミットできるわけですよ、うんうん、私はそれが非常に意義が大きいと思ったんですよね。池田さんはどうでしょうか。あの、ね、この問題は2つあってね、うん、1つは今沢さんおっしゃった要するに核拡散との関係って、これは要するにその核兵器との関係なので、うん、そのエネルギー問題とは別の話、ね、うん、それからもう1つはそのこれもさっき沢さんのお話にあったようにリサイクルすることによってその有効利用できると、うん、これはまあエネルギー政策としての問題、うん、この2つがあると思うんですね、うん、でまず最初 その核兵器との関係から言うとこれはまあ非常に深刻な問題で、要するにプルトニウムというのは核兵器の材料になるわけで日本はその技術を全部持ってると、うん、でしかもその核不拡散条約に参加している国の中で日本だけが核兵器を持ってないのにプルトニウムをその再処理によって作るっていうことが許されてるわけですね、うん、日米原子力協定で、でこれは1988年に特別に認められたわけだけれども、日米原子力協定です、で30年後の2018年にその期限が来ちゃうんですね、うん、で今ちょっと前に民主党政権が最初にやめようとして大騒ぎになったのも実はこの原子力協定が絡んでいて、原発ゼロにするってことになると当然再処理必要にないわけだから、じゃあ何のために再処理やるんだと、うん、再処理工場全部閉鎖しろというふうにアメリカが言われて民主党政権大慌てになって全部それに、まあ、元に戻しちゃったわけだけど、それははっきり言って民主党政権何も考えてなかったからそういうかっこ悪いことになっちゃったんで、この問題は要するにその日本 その核不拡散条約とか日米原子力協定みたいなものをどうするかっていう外交問題に絡んじゃってるんですね。で実はもういろんな条約でコミットしちゃってるもんだから簡単に変えられないことは事実なんですよ。ただし3年後にその期限が来ちゃうわけだから、アメリカが今の情勢だと要するに日本はねこれ原発ずっと止まったままでこれプルトニウム溜め込んでどうすんのと、でもうその延長は認めるべきではないという意見がね、報道が出てますね、オバマ政権の中にも議会の中にも強いと、うん、これがおそらくね一番差し迫った大きな問題だと思うんですけどね、これはどうですか。2018年問題ですね、確かにあまり知られてないんですけど大きな問題ですよ。で一応私が伝え聞くところではアメリカの基本姿勢は変わっていない、むしろそのことに対して揺さぶりをかけているのは今まさにその、米韓、はい、原子力協定の、まだ改定中かな、はい、で延期で2016年になりました、ね、昔から自分たちもやっぱり最初でやらせることやりたいと、はいはい、うん、お互い日本がやってるから、まあ、どうしても時間がないと言い続けてるわけですね、でそれを、少しでやらせる方向にいってるらしい、明確にじゃないですかね、でそういうことがあるんですよ。だし、韓国と中国は日本がその最初にオプションを持っていることに対してこれはもうすでにですねいろんなこと言い始めてますよ、要するにこれは、政治的に見ると一つなんか嫌になるわけですよね、日本に対してね、で、今ありますで、ですね、多分
ご記憶になるかもしれないですけど、その民主党政権の末期頃ですかね、要するに日本がその、民主党政権の頃に、まあ、2030年に原発ゼロにするぞという話が出た頃に、アメリカからあの有名な、方が2人やってきて、1人はあの、ちょっと待ってね、あのハーバード大学ケネディスないな ないさんないと、はい、それからもう一人アミテージ、だからね、はい、あの時ないはその民主党系でしょ、はい、でアミテージはもちろん共和党系ですね、うん、だからアメリカのその民主党共和党揃ってやっぱり日本はその原子力をやめるべきではないと言ってるんですよ、うん、あそこにはね単なる原発じゃなくて、うん、日本の原子力発電っていうのは核燃料サイクルとセットなんですよ、うん、そうそうそう、ね、その意味はさっき言ったように日本はその、単にそのエネルギーセキュリティだけじゃなくってですよ、その核不拡散の、まあ、平和利用推進国として核不拡散にちゃんとコミットし続けるっていうことがあるわけですよ、うん、で私はその立場っていうかな、それがよく分かりやすいのでね、うん、で日本が核兵器を作り続けない上でそのじゃあプルトニウムとは何たるものかと、うんうんね、あるいはウランの濃縮ウランと 何かっていうことをちゃんとその、うん、技術を持って理解してですね、うん、それをその核不拡散の世界に役立ってるってね、これも一つのプリンシプルですけれども、うん、それは日本が唯一の、まあ唯一かどうかは被爆国であって、なお原子力っていうのは一つの重要なエネルギーソースであるという見方でね、それを使っていこうとする限りはそれをやるべきだというのは、やった方がいいっていうのが私の見方、うんうん、ただ問題は今原発動いてない状態でね、うんうん、でその2018年以降もおそらくその昔のようなこのまあなんていうかフルスケールの運転はおそらくできないと、うん、まあ将来的にはこう縮小していく方向でしょ、うん、そうすると要するにそのできちゃったプルトニウムが消費できないと、あのあるいはできてもものすごく長い期間かかってしまうと、うんまあ、プルトニウムを消費するのは一言加えると高速炉という技術と MOX 燃料という技術があるんですね。 あのねそれだ多分お聞きになったことないと思いますけど、うん、あお気になってる分例えばお隣の韓国もまあなんか今ぐちゃぐちゃしてるんだけど増やそうこうね、うんうん、原発を中国はもっとすごい勢いで増やしてるしない、はいはい、ねでインドもそうですよ、うん、そうするとね今ウランなくなっちゃうんですよそのうちね、うん、地上にあるウランね、まあ、海水ウランなんで、まあ、ねそれでね、うん、その時に今中国がまさにやってるように、うんまあ、あらゆるエネルギーソースに手を出してるでしょ、うん、そうするとねプルトニウムって貴重なエネルギーソースになる可能性があるわけですよ、うんうん、だからそのあと日本がまあいろんな協定の問題ありますけどね、はいうん、中国だけじゃなくて海水原子力発電を大いに利用していくっていうのが周りに増えていくとね日本の持っているそのプルトニウムはそっちの利用価値も出てくる可能性があるんです、ね、いやそこはね一つの問題で要するにいわゆる非在来型ウランっていうのはね、うん、最近は、うんまあ、分かりやすく言うと要するに岩盤の中にと採掘コストはかかるんですね、シェールオイルみたいなもんでそのコストはかかるけれども分量としては、まあ、大体 OECD の調べでは350年以上あると、うん、最大700年ぐらいあると、うんそれから海水ウランは9000年分ぐらいあると、うん、つまりその採掘コストはあの在来型のウランは多少かかるけれども、うん、埋蔵量そのものはね十分あると、うん、それからそのこれからね何兆円もかけて再処理してプルトニウム取り出してやるコストよりも、うん、その非在来型ウランを採掘した方が全然安いという議論が最近出てきてるわけですね、うん、あのリチャード・ムラーさんとなんかはそういう話をしてるわけね、うんうん、でもう一つあって、うんそのウランとかプルトニウムだけじゃなくてね、使用済み燃料の中にはいろんな有用元素が入ってるんですよ、はいはい、これはもう大昔からって例えばその戦前から、私が最近私として発見したんだけど、うん、1940年にその湯川さんがそういう本か教科書書いてるんですよ、うん、その中でそのどうやってその、まあ、核変換するか核変換っていうのは人工的核変換の一つがプルトニウム生産うん、いろんなもの核変化されてて、その使用済み燃料の中にその白金属とかね、有用元素たくさんあるんですよ。湯川さんも当時、湯川さんその後、まあ、原子力から離れていきましたけれど、うん、原子力に辞めた頃からね、要するに、これは未来 の, その資源だという見方があるんですよ、うんはいはい。エネルギー、プルトニウムってエネルギー源としか見られてないけれど、他の有用金属とかありますからね。うん、だから原子炉自体がそういうその、まあ、やっぱ昔の夢であったこの錬金術みたいなそういう物質変換装置なんですよ、ねうん、そちらの価値があるとこれは今まであんまり知られない大体原発っていうのは名前の通りね発電装置だって思われるけどその物質変換装置でもあるわけですよ
この分はポテンシャルあるです、うん、あるこれからね、でしかもその使用済みの燃料、まあ、アメリカのその方向ですけど、要するにそのまま置いとくとね、うん、そのうちそのだん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 放射線が減っていってね、うん、その物質によって違うんですね、減り方っていうのね、うん、その中だとその使えるもんです、それは300年なのかね、1000年なのかね、うん、まあ、いわゆる10万年後か分かんないですよだけどその地球的規模で10万年って短いもんじゃないですか、うん、昔その石油とか石炭がね、化石燃料して何万年前からでき始めたか私は詳しくは知らないですけどね、うん、そういう見方もある。それで今そのさっき湯川さんたちが昔にその考えついたですね、その物質変化、うん、まあ、核変化と言いますけれども、これをやるとその今ある使用済み燃料の中にあるものももっと早くこう放射線が減衰するように、まあ、物質が変わっていく、うん、そういうこともできますよね。だから我々専門家はそういう面も持っているので、うん、まあ、それもっと強く伝えなきゃいけないと思うんですよ、うん、そういうメリットもあるわけですよ、ね、それはね、物理学の人は皆さんそうおっしゃるんで、うん、それはそういういろんな夢があるということは僕も承知してるんだけど、僕はまあ経済学が専門なので、うん、経済的に考えるとね、要するにそういう夢のコストがちょっと大きすぎるんじゃないかと。大きすぎないですよ。だからさっき言いましたよね、うん、例えば今の発電コストがね、うん、倍になるとかいう話じゃなくて、うん、今まあ10円前後 のキロワットアワーあたりのコストがまあ10円前後ですよ、ね、うん、その核燃料コストっていうのはね、確かに出ましたですね、0コンマ数円とかですね、まあ、直接処分で1円で、うん、その再処理すると2円っていうのが原子力委員会の出した計算ですよね、うん、ざっくり、うん、ただまあ40年で見ると凄まじい巨額になるわけですよね。いや全体の中で見るとね、まあ、1割2割なんだけど、要するに金額としてはそのちょっと前10年ぐらい前にね、経産省の官僚が出した19兆円の請求書ってね、有名な怪文書があって、まあ それぐらいはかかっちゃう、撤去までかかると40年で19兆円という数字が出てる。それ大きいと思うけど、19兆円パッと聞くとね、なんかすごい額だっていうのは普通の考え方ですけど、それ19兆円ってもう少しその何年もかかって積もっていくものであるよね、そのそういうふうにこう慣らしてみるとどうなのかと、うん、今例えば原発日本中にかつて54基あって、それが生み出してるエネルギーっていうのはどういう価値があるかと、そこと変わらない、だからまさにそれはもう費用と便益の比較の問題でね、うん、それがさっきの原子力委員会のキロワットアワーあたり2円という話になるわけですよね、うん、でこっちは直接処分は1円だと、うん、だから2円と1円の問題をどう考えるか、うん、つまりその差が1円あるわけだけども、うん、この1円の差でさっきね佐田さんおっしゃったように将来のねいろんなこう夢があるっていうのを買うコストと見るなら、それはそれでね僕は成り立ってると思うんだけど、まあそっちに行って経済的な計算をするとですね、それによって今分かってる技術でウランを節約できる効果っていうのは向こう22年で10兆円ぐらいとまあ計算されてるんですね。そうすると19兆円かけて10兆円節約するっていうのはね、まあそっちに行って資本主義の社会では成り立たないわけですよ。まあおっしゃることよくわかります。我々はだから、まあ、その先って徹底的に見てるわけですよ、うん、そうそうそう、そこは何ですよ、科学技術的な可能性というところから、 そのまあなんていうんですかね、その、まあ、科学技術は何でもそうですけど、うん、ある時点で何か発見があって、うん、ブレイクスルーする可能性あるわけですよね、うん、まあ、そういうのはさっきのエネルギー利用というだけじゃなくて、その物質変化という観点からもあると。それから、まあ、最近言われてますようにその、放射性廃棄物 の、うん、まあ、量を減らすというね、うん、まあ、原油減圧という、うん、そういう可能性もあるわけですよ、うん、だからそういうところをやっぱり僕らはやっぱりそのエンジニア、サイエンティストですから、うん、総合的に見て、これ今すぐ、うん、その、まあ、一旦的に言ったらお金にならないかもしれないですけど、はい、将来的にはそういうところを見ない、まあ、それはまさに、まあ、全くそれが、ね、原則としては、それがまさに文字がやんなきゃいけないことなんですよ、はいはい、でもあれがああなっちゃってね、だから、それはちょっとだらしないんでね、うん、なんかしなきゃいけないんだけど、うん、そのまあ、ちょっとだらしない状況ですよね、うん、ただ、まあ、ジャーナル、お二人は経済学者、物理学者、私、ジャーナリストと言いますけど、社会的合意が可能でしょうかね。何これ澤田先生の夢を追っかけるです、ね、社会的合意ってつまりこれを認めてくれるか、これ税金でやってるわけで、税金とマンジュのこと言ってマンジュじゃなくて核燃料サイクルですね、核燃料サイクル、うん、だからそれやるっていうことになってるじゃないですか、だから、うん、その社会的合意は確かに難しい部分ありますよ、うん、最終処分だってね、うん、私、まあ、そうそうだ、いろんな人と話してると、うん、ほとんどの方ね、要するにその中間派っていうんですか、うん、強い反対派でもない現象に関してね、
強いその推進派でもない中間派人たちは最終処分ってそのトイレなりマンションできないんですよねってみんな、うん、まあ、それは間違いなんですよね。だからそうじゃないっていうことをちゃんと我々言い、うん、ちょっと言いそこまでちゃんとねこの番組で言わなきゃいけないな。トイレなきマンションってよく言われるけど、それはそういうふうに非常になんかゼロリスクを求めるからそうなっちゃうだけだからね。まあ、トイレの話で言うと、うん、その出てきたね糞尿をそのぞみにしとくかちゃんと固めてねなんかその処理して、うん、その生活圏から遠ざけて岩盤の中に入れるかっていう、そういう話ですよ。どっちがよろしいでしょうかねって、うん、だからね、まあ、今回のテーマに戻るとね、うん、要するにそのトイレなきマンションって言われてる原因ははっきり言ってちゃんと意思決定してないからね。トイレがないように見えてるだけで、どういうふうにするかということを政治がちゃんと決めればいいわけよ。政策的には意思決定してるんですよ、うん、やるって言ってやるって言ってんだけど場所が決まってないからね。いやだから決めなきゃいけん、うん、あのニューモさん決めなきゃいけん。そうそう、まあそのまあ、それを決めてないからここないな、トイレがないって言われちゃう、まあ、もうすぐやるとか言ってますけど、うんうん、だからねやっぱりそれを決めるためには、うん、やっぱり今のその、まあ、六ヶ所村が動いてない状態とかね、文書がああなっちゃってる状態で、うん、このまま今まで通りで本当にやるんですかっていうところはやっぱりね政治が判断しなきゃいけないと思うね、うん、やるって言ってるじゃないですか。今のところではよエネルギー基本計画とかね、うん、今までそれちゃんと内閣もちゃんと閣議決定してるわけですから、うん、やるっていうことですよ、うん、けれども場所は決まるでしょうかっていうちょっとさっきの話に戻っちゃうんですけれども、うん、だからね、今の場所の決め方のプロセスはいいのか悪いのかってありますよ。要するにその手を挙げてくださいってやつでしょ、うん、で手をねあっちが挙げたりこっちが挙げたり、それはダメだと思うんだよね。ね、これもうダメだったら、うん、普通 の、 あのセンスで考えればわかりますよ、うん、だから他の手を打たなきゃいけない、うん、ね。それじゃで何をされるか。そうだからね、僕は、まあ、もうあの今回僕の結論を言わせていただくとね、やっぱりその再処理 の、 あのそろそろ諦めるという問題とこの問題はワンセットだと思ってるわけですよ。というのは、うん、要するに六ヶ所村で再処理をやりますという、うん、建前をね維持する限りは、うん、あそこは再処理するだけで最終的にはどっかにね、うん、最終処分地を見つけるんですよっていうふうに地元と話をしてるわけよね、うん、実は青森と50年のしかないっていう協定、うん、ところが、ね、もう誰でも分かってるようにもうそんなねこれから新しい最終処分場を見つけることはほぼ政治的に不可能なんですよね、はい、だとすると考えられることははっきり言って六ヶ所村にずっとあの置いといてもらうしかないわけですよ。はい、具体的な話、それは多分の話に入ってます、ね、これを言うと大変なことになっちゃうんだけれども、はい、それはどう考えたって消去法で考えたらそれしかないわけよ。まあ、そ、 いやそんなことはない。え？そんなことはないですよ。さっき言いましたように、うん、日本各地に敵地があるわけです。あるけどさ、今からさ、そのさっきの東洋町だけでもそんな大騒ぎになるんだよ。今すぐじゃなくてもいいんですよ。うん、10年20年かけて、うん、大体そのこの一つ最終処分場がその敵地が決まったとして、うん、そこの最終処分の事業っていうのは数十年から100年ぐらいかけてやるんですよ、うんね、ですから、でも正確な年数を忘れましたけれども、うん、入門がその、そういう候補地を決めなきゃ複数でいいんですよ、うん、変えるのがそのここ数年のうちとかそんな感じのはずなんですよ、はい、うん、まあ話としてはあるけれども、うんうん、実際にねこれだけまあ事故のあとねその世の中の空気がこうなってる時に、うん、そのうちがね最終処分場やりますっていうところがねちゃんとその順調にいくとはとても思えない。いやそれは、うん、だから順調にいかないかもしれないけれど、うんうん、政治的決意を持って政策現場を動かしてやらなきゃいけないんですよ、うんうん、でやる方法はあるはずじゃないですか、うん、ね。いやだからね、僕がさっき申し上げたように、うん、六ヶ所村にずっと置いてもらうのが一番簡単なんですよ、政治的には。実はそれはまさにそうなんですけど、うん、言えないですよ、うん、いや、でもまあみんなぼやりと思ってるんですよね、はい、あの言ってる人もいるしで言っちゃったっていう感じ。あの例えばフォン・ヒッペルっていうねアメリカの、まあ、この業界の有名な人がね、うん、その提言を出してこの今週の GPR に紹介してますけど、うん、六ヶ所村に置けばいいじゃないかっていう提言をしてるわけね、はい、それあの技術的には全然問題ないわけよ。要するに国と地元の合意が彼らしいそう提言ですよ ね、 ね 論理的には成り立つでしょ。成り立ちます。そういえば池田さんあの今日地図を用意してましたよね。はいはい、あじゃあちょっと地図見せてください、はい、それでねその六ヶ所村っていうかまあ陸奥小川原 の、 あの開発っていうのもともとこれあったわけです。それはあの、はい、国に石油コンビナートを作ろうっていうんでまあこけちゃったわけですけれども、その跡地っていうのがまあ大体その250平方キロぐらいあるわけですね、うん、大阪市と同じぐらいあると。すごい。で実はですねこの地図をご覧になったらお分かりのようにちょっと見づらいですけども、
その再処理工場っていうのこの、ピンク色の、面積が今現に使ってる面積なんですね。で、隙間だらけ、全体の2割ぐらいしか使ってないんですよ、うん、あと8割ぐらいは実は空き地なんですね、うん、だから実はその最終処分地に残りの部分を使ったらおそらく300年分ぐらいある今 の, これまで2011年前のペースで動かし続けても300年分ぐらいの核廃棄物を最終処分できるということなので、うん、もう技術的にもキャパシティとしても別に問題はないわけです。ただし一つ問題があって、それは地元との合意で、ここはあくまでも再処理工場であって、はい、その最終処分地は別に見つけるということを、まあ、20年ぐらい前にね、地元の協定で決めてるわけですね、うん、それが、まあ、たった一つのネックになってるということですよね、うん、まあ、これをどう考えるかで、まあ、さっき伊沢さんおっしゃったように、オーソドックスに考えればね、地元の約束があるんだから他にね、探さなきゃいけないと、うん、まあ、それはそうなんだけれども、今政治的に最終処分地をね、新たに見つけるというのは、まあ、非常に困難ではないかと。まあ、どちらがより何て言うんですか、困難で第二地かどうかというのは、うん、議論のあるところだと思うんですけどね。実はあんまりその本質的な問題じゃないですね。要するに政治的な問題なんですね、これね、うん、技術的な不可能な話じゃないのよね。政治がね、腹を決めて、うん、それでもうこれはどこか引き受けなきゃいけないんですよと、うん、そうそう、それでもうその、まあ、政治家っていう結局国民が頭を下げるしかないじゃないですか。今まで特に首都圏だった首都圏の人たちがね、そういう意識を持ってどこかで引き受けてくれる、うん、本当は首都圏、武漢首都圏でどこか引き受ければいいと思うんですけどね。だからその仮にですよ、6カ所をそういうふうにだったら、その政治的なね、価値の取り決めをこの乗り越えてやるだけのそのなんか理由と熱意があってね、それ地元の了解、市長の了解がないとしょうがないけど、それはそこそういう政治がそこまで腹をくくれるかどうかっていう問題ですね。それとね、もう一つはやっぱりその再処理をこのままずっと続けるのかという問題とワンセットになっていて、再処理をずっとこのまま続けるという前提になってると、それは再処理したものをそのどっか別のところへ持っていくって今の合意を、まあ、見直すことは難しいわけだけれども、今地元でもね、もう再処理は全然進んでないわけだから、その核燃料税もそこに貯蔵してある核燃料に応じて取るっていうふうにこう変更してきてるわけで、つまり、まあ、貯蔵施設としてね、地元もある程度こう、まあ、割り切ってるところあるわけじゃないですか。その辺もつまり再処理というその建前をずっとこのまま続けるのか、それともね、まあそのまあ、少なくとも中間貯蔵はね、もう無償からでやることになってるわけだから、うん、はい、これをまあ徐々にね、地元にこう納得してもらって、うん、ここをその貯蔵施設として位置づけるかと、うん、いうことが僕は絡んでくると思うんですよ、うん、でそれとさっきのね、佐野さんの話で、要するに再処理というプロジェクトがね、本当にこのままずっと続けていいものなのかと、うん、いうことはね、まあ、はっきり言って、まあ、この辺で決断しないと、さっきの日米原子力協定なんかも絡んで、アメリカからストップがかかるあの恐れもあるわけですよね。うん、まあ、それはないと思うんですけれども、そのだから、まあ、その話はさっき言った通りなんで、うん、まあ、日本の原子力発電というのは要するにそのサイクル再処理と、まあ、核燃料サイクルと、うん、要するに、まあ、セットなんですよね、はい、まあ、それもちろん見直すべきだというのもあると思いますよ、うんうん、さっき言ったように、それは日本の立場としてそのまあそのそこにコミットすることが、うん、要するにそのまあこれ爆弾作るっていう意味じゃないですよ、はい、国家セキュリティとして意味のあることなんですよ、ね、ちゃんとその核不拡散の技術とその考え方っていうんですか、それを世界に範を示すというね、うんうん、これは重要なことだと思うんですよ。ただ韓国みたいに俺たちもやらせろっていう議論も聞かねないですよ、ね、だからそれやっていいんですよ、うん、ただしそれはあくまでもその平和的な利用に限るとね、うん、その核弾製造の領域に行かないということね、うん、その約束の上でしかその米韓協定ってありえないですからね、うん、韓国みたいに原発を開発したところにもこういうこの技術があると結構怖いものがあるように思うんですよ。そういう可能性がどんどん広がっていくように思うんですよね。だからそう紙一重ですよ、紙一重、うん、だから日本がじゃあどうして見切らなかったのかっていうのはね、うん、それ歴史のある話じゃないですか、うんうん、で今どうしようとしてるかっていうのを含めてね、そういうだからそれは一つの価値観でしょ、うんうん、日本は特殊かもしれないですけどね、はい、それをその広めていく、共有していくかどうかっていうところはやっぱり日本のやるべきことだと私は思いますけどね。いや僕はね、その核兵器の問題が一つ非常に重要だということと、もう一つはね、さっき佐々さんがおっしゃった未来のね、技術の可能性っていうのを、うん、どの程度見るかということだと思うんですね、うん、そのプルトニウムを置いとけば
それを使って、まあ、いわゆる第4世代のね、うん、その原子炉をやれるという可能性も技術的にはあるわけですね、うんうん、他にプルトニウム使い道はないんですよね。他にって言うと核兵器と特殊な発電以外はですね、いやなんかそういうふうに言うからおかしいんで、プルトニウムは、いや別にプルトニウムは核分裂しやすい、はい、それをどう使うだけの話だとね。なるほど、そう、はい、どちらでね、そのなんていうのかな、結局まあ我々がどうしたいかですよね、うん、まあ繰り返しになりますけどね、やっぱり今の国の政策としてはやるっていうことになってるわけですよね、うんうん、まあそれに対して意義を、まあ、はっきり言ってね、もう採算ベースで考えると全然成り立たないプロジェクトなんですよ。そんなことないってさ。だからだけどマイナス10兆円なわけですよ、うん、向こう20年で、ね。まあ、20年。それは高いか安いか。まあ、そうそうそう。だから、それはまさにそこから先が価値観の問題で、澤さんみたいなね、あの科学者から見たらね、10兆円ぐらいいいじゃないかと、将来、ね。でも、原発のコストっていうのはね、うん、まあ、あの10円程度にしかならないわけですよ。うん、昔、6円とか言われてましたけどね。うん、その中で、まあ、1円程度の話じゃないですか、うん、それが池田さんは高いとおっしゃったでしょ。高いと思う。私はさっき言ったいろんなその日本の国家セキュリティね、要するに国家で爆弾作ることないですよ、うん、要するに核不拡散技術っていうものを自分たちが持っていて、それを世界に示すと、うん、同時に今、まあ、6カ所でね動いてる部分でやってるのは、やっぱあそこが一つのその IAEA はまあ、その何ですか、ウォッチドッグとか言われてますけどね、要するに IAEA がやっぱり今の核世界に核不拡散体制を、うん、まあ、維持する、広めていく、やっぱりキーな組織なんですよ、うん、日本はその IAEA がその核不拡散をどう進めていくか、広めていくか、うん、一つのその6カ所っていうのはいいその実践場所なわけですよね、うん、まあよく言えばそうだけど、悪く言えばあれ監視されてるわけですよね。いやいや、事実としてね、うん、あそこで要するにその拡散技術のね、まあ、細かい技術っていろいろ新しいものを騙されてるわけですよ、うん、で IAEA がその監視されてるんですよ、うん、24時間監視してるのどう来ましたね、どこでも24時間監視してるんですよ、うん、それの先端だから、その核何非核兵器国でその、ああいう最終施設持って日本しかないわけですから、うん、そういう平和利用で行くっていうところに対して、その IAEA との関係をどう構築していくかっていう、いや、おっしゃることは分かるんだけど、はっきり言って具体的に今ね、あのプルサーマルしかないわけですね。でプルサーマルっていうのはまあその前の赤字の事業なんですよ、完全にね。それはご存知の通りでしょ。プルサーマルじゃ話にならないわけですよね。つまり未来の技術がこんなのができるよっていうビジョンがないとね、あのモンジュじゃ話にならない。いや、モンジュなんですよ。モンジュはもうダメでしょ、あれ。いやそんなことない。いやダメです、まあ、それはでもね、誰もそれはちょっと同意しないと思う。あの世界各国、まあ、中国のためにする議論ですけれどもね、うん、核武装してんじゃないか、狙ってんじゃないかっていう話、うん、これはあんまし言えない話で、追加の情報として視聴者の方に言いますけど、自民党のね、保守の考えすぎちゃってる人たちは、あの核武装は今しないけれどもオプションとして残せって本気で言ってる人たちはいるわけ、うん、それこそ玉上さんなんかはっきり言ってるしね。あのね、これ2つ言いますよ。はい、ではね、オバマとかはね、あのプラハ宣言で、まあその核なんていうか、核ゼロっていうか核兵器の廃絶の宣言しましたでしょ、うんうんうん、あのバックグラウンドに、要するに核兵器じゃない、通常兵器で核兵器と同等 その破壊力を示す新しい兵器っていうのは今開発中なんですよ、うん、それはどうもやって米、そうじゃない、ロシア、中国ですけどね、うん、だからまだそのなかなか実用にまでいかないんですけれども、うん、その基本的な技術の拡張はされてるわけですよ、うん、そういう技術が、うん、そうだね、うん、だからその技術が進んでいくと、うん、まあ、ある意味核兵器って非常にその、まあ、なんていうのかな、古い技術であってね、うん、まあ、そのあまりスマートじゃないっていう、うん、そういう世界がもちろん、うん、北朝鮮のようにね、あるいはそこのパキスタンとかその国のように、うん、やっぱ核兵器ってある意味その作りやすいわけですから、うん、そういうところにとって相変わらず有効なツールかもしれない。でも、うん、その価値観の観点から核兵器ってのはもう、うん、要するにもう時代遅れだっていうね、うん、そういう何ですかね、地平が少し見えてるんですよね、うん、一つは、うん、
だからそのそういうこともありますので、ね、うん、あともう一つは、うん、実はプルトニウムとかね、うん、高濃縮ウランばっかり言ってるけど、うん、別に有効な核兵器はそんなもんやなくてもできるんですよ、うん、ああ、それはそうですよね、うん、だから断定ることですか。いや違う違う違う、ちゃんと核爆発装置として、うん、そのプルトニウムやウラン235って言うんですよ。他のもっとありふれた、うん、そのウランとかで、まあ、劣化ウランとかそういうものに作ろうとも作れるんですよ、うん、でそれはほとんどそのまあ、共有されてないので、うんうん、この短い時間では、まあ、説明するの難しいですかね、うんうん、今日はせっかくねニコ生だからやっぱりね核燃料サイクルにね賛成か反対かっていうのを取りましょう。分かんないが賛成派中反対派なんでですね、この3タイプを受け分からないにしますか。いや分かんないなしで2択2択にしましょうか、うん、核燃料サイクルに賛成ですか反対ですかっていきましょう。僕も考えてました、うん、これアンケートは聞いてみたいですね。おお、半々に分かれた。意外に賛成派が多いんだな。澤田さんにとってはいい材料ですね。いやいやけどもまあちょっとまあ見てる人はバイアスあるからね、ちょっと分かってる人が多いかもしれないですね、他よりもですね。核燃料サイクルってやっぱり悪いイメージがあるんですかね。でも賛成があんな半分あるってことはそうでもないんじゃないですか、うん、ただ悪いイメージができこれ回ってないじゃないかって必ず言いますよね、うん、さっき反原発派の方と対話するとです、ね、まあ、トイレなきマンションということと非常にそういう意味ではだからまあ今日の話もとトイレなきマンションという誤解はやめましょうと、うんうん、ただはっきり言うと核燃料サイクルは、まあ、でもやっぱ心を二分してるっていうのは分かりますね。そうですね、はい、うん、国論ですね、うん、いや別に国論のサンプルじゃないけどまあね、ある程度分かってる人の中でも半々ぐらいになってるというのが面白いですね。これ興味深かったですね、うん、ご視聴ありがとうございました。実は YouTube でも公開するのでですね、皆さんぜひ見ていただければと思います。今日はご清聴ありがとうございました、うん、また引き続きやりますのでよろしくお願いします、うん。